このチャンネルは保護猫の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は、美人黒猫姉妹は警戒心マックス、ビビりながら甘える姿が愛おしいということでですね、この子がニーナちゃんって言いますよ。もういきなりコロンでねなってくれたんですけれども、めちゃくちゃ警戒心強い子なんですよね。最初ちょっと逃げられましたからね。でもね、撫でられるのはすごく好きということなんですよね。まだまだ1歳ぐらいの女の子ということなんですけれどもね、すごくねスタイルが良くてね、美人さんですよね。毛全もピッカピカ、お腹触っても怒んないね。かわいいやんか。こういうビビリな子が甘えてくれるのって嬉しくなりますよね。もうめちゃくちゃ愛おしいなと思うんですよ。でね、姉妹がいてるんですけれども、上の方にいましたよ。この子がネネちゃんって言いますよ。青いスタイっていうんですかね、しておりましたね。撫でさせてくれる？のびーってなっておりますけれどもね。なんかシャチホコポーズになっておりますね。撫でられるの好きな。気持ちいいの。アスリーってなってる。ね、喜んでくれておりますよ。もうねねちゃんもね、撫でられるのは好きみたいですね。気持ちよさそうになっておりますよね。あー、癒されるやんか、この子もね。おもちゃでもね、結構遊んでくれる子なんですよ。ね、結構かしゃぶんでね、遊んでくれてますよ。降りてほしいんですけれどもね。ちょっと遠くの方から振っておりますけれども、あんまり走り回ったりしないんかな。あ、ニーナちゃんもやってきてくれましたね。おもちゃで遊びたかったのかな。ねえ、この子たちすごいね、ビビリさんなんですけれども、姉妹とっても仲いいということでね、以前は、同じハンモックで寝ておりましたからね。で、最近ようやくね、外に出られるようになったようなんですよね。羽のおもちゃはどうかな。以前の動画を見てもらうとね、本当にね、ケージの中でずっと寄り添ってるっていう感じだったんでね、動画説明欄にリンク貼っておきますのでね、この子たちの成長していっている姿っていうのを見てもらいたいなと思いますよ。今回のお店は大阪地下鉄中崎町駅付近にある保護猫カフェキャットスペースさんです。さあ、降りてくれるかな、ニーナちゃん。どうかな。反対側のキャットタワーで振ってみたんですけれども、どう、降りてくれる？ちょっとね、高いところはね、撮影しにくいんですよ。降りてきてくれた。高いとこ行っちゃう。ちょっとね、高いところの撮影は疲れてきましたのでね、しばらく休憩しようかなと思っておりますよ。おもちゃは見せておりますけれどもね、はい、しばらく休憩するとね、降りてくれておりました。でもね、ちょっと小走りになってるでしょ。もうめちゃくちゃ警戒心強いんですよね、この姉妹ともね。ということでね、おもちゃを見せたりしながらね、警戒心を解いている感じなんですけれども、どうでしょうか。でも遊んではくれておるんですけれどもね。あら、ケージの中入ってたね、ニーナちゃんね。どう？あ、降りてくれてるね。で、サンちゃんがしれーっといてるんですけれども、サンちゃんがちょっと警戒されてるのかも。まあ、大きいんでね、サンちゃんって。でもね、本当に優しい子ですからね。あ、サンちゃんどっか行っちゃうかな。うん、お、遊んでくれてるね。さあ、そろそろね、撫でていこうかなとも思っておるんですけれども、どうかな。あ、逃げられる。でも尻尾はピーンと立ってるので、撫でてもらいたいっていう気持ちはあるんですけれども、でもちょっと怖いんですよね。どう、撫でてしまえば大丈夫かなと思うんですけれども、お尻トントンカキカキはどうですか。気持ちいい？ん？どうかな。あ、ちょっとリラックスしてきましたね。ねえ、撫でられるの気持ちいいやんな。ねえ、ほんと警戒心が強い子がね、こんな感じで甘えてくれるの嬉しくなるでしょう。ん、シャチホコポーズーかわいいやんか。あ、コロンってなる。うん、でもちょっとピクッとなるんですけれどもね。あ、横になってくれた。うん、コロン。なんかすごいくねくねしてるんですけれども。
これめちゃくちゃ可愛くないですか。お腹触られるのは苦手っぽいんですけれども、お尻カキカキは好きなんでしょうね。嬉しいやんか、こんだけねスリスリしてくれんのは。お腹いやシャチホコポーズがやめちゃいましたね、お腹触ると。あ、ちょっと噛もうとした今一瞬、甘えすぎてねじゃれてしまいましたね。ということで今度はニーナちゃん撫でていこうかな。あ、サンちゃんが来た。ちょっとは警戒しておりますけれどもね。あ、でもサンちゃん匂ってる？匂ってますね。ね、全然無害な子でしょサンちゃんってね。撫でさせてくれんの？あ、コロンってなった。どうですかこのコロンってなんの。あ、でもちょっと怖かったね今ね。ちょっとした物音とかでもビクってなっちゃうんですよね。ねえ、まだまだ怖いんだね。まあお家に入ってしまえばねもうちょっと甘えられるんでしょうけれどもね。でも甘えた時のこの可愛さ、この破壊力やばすぎないですかこの子たちは。ねえ、あ、どっか行っちゃう。あ、なんか多分また警戒したんでしょうね。ケージの中の方が一番安心しますからね。で、隣にあるハンモックっていうのがねずっと一緒にいたところなんですけれども、まあでもね出られるようになってよかったですよね本当に。おもちゃも遊んでくれるしね、よかったよかった。かわいいやんか。おもちゃはね姉妹ともに好きなんでね、ケージに出る時からずっとねあのおもちゃで遊んでくれてましたからね。お、ナナちゃんがおやつもらってるけど食べなかったな。おもちゃの方がいいか？ね、遊んでくれましたね。おもちゃ好きな。ね、二人ともね、すごいおもちゃ大好きなんですよね。ですので、この子たちとはね、遊んでもらいたいなと思いますよ。で、その後ね、お尻カキカキとかすると甘えてくれるかなと思うので。ん？ちゃいちゃい。かわいいね。ニーナちゃんもらっておりましたね。ペロペロしてるでしょ？おしとやかに食べておりますね。それでは撫でていこうかね。スリスリしてくれておりますよ。うん、撫でなで好きな。うん、かわいい。あ、また下降りちゃった。またなんか警戒したんでしょうね何かしら。また降りたね。すごい警戒してるでしょ。おやつあげるよって言ってるんですけれどもね、甘えたいんですけれどもね、警戒心が勝っちゃうな。まあそれでも今日はねたくさん撫でさせてくれて嬉しかったです。皆様いかがだったでしょうか。ニーナちゃんもネネちゃんもとっても可愛かったですよね。これからも猫ちゃんの可愛い動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェキャットスペースさんでした。